ほら、リラックスして。ちゃんと準備してきたんだし、心配ないってば。でも、私本当に大丈夫かな。大げさに考えすぎだよ。早い人だと5分くらいで終わっちゃうんだし、夏美もそんなに時間かからないと思うよ。だと、いいんだけど。ああもう、すぐ弱気にならない。これは大人になるための通過儀礼みたいなものなの。さなぎから蝶へ、少女から女へってなやつだから、どんと構えていこうよ。っていうか、あんたもいちいちオーバーだ。ほらほら、元気出していこう、夏美。気にしても人生は始まらないぞ。いや、あんたはもう少し気にしろ。地球が滅んでも生きていそうなあんたと違って、夏美はデリケートなんだからね。人をゴキブリみたいに言うな。大体ね、大丈夫だって、夏美。そもそも面談ってのは、一人で悩んでも仕方ないことを相談する機会なんだからね。そんなに肩肘張らなくても、何もないって。でも、私、勉強も運動も波以下だし、進路だって。安心しなさい。私だってまだ進路白紙だよ。それに、夏美がくよくよしてたりしたら、ここにいるアッチョプリケはどうなるの。将来を絶望してこの場で切腹しなきゃならないでしょ。おうおうおう、言うにこと書いて随分言ってくれるじゃん、タマさんよ。誰がアッチョプリケだって。あんたのこととは一言も言ってないけど、それとも自覚はあったの？あ、そうだ。夏美にいいものあげる。はい、これ。これって高いんでしょ。いいっていいって、欲しかったんでしょ。たくさん持ってるから、夏美のお守りにね。
ありがとう。くれぐれも先生に見つかっちゃダメだよ。私みたいにカモフラージュするんだからね。うん、わかった。よそ様の子みたいだよ。そんじゃ、教室で待っててあげるからね。リラックスだぞ。頑張ってね、夏美。だ、頑張ってくる。失礼します。どうぞ、そこに座って。あ、はい。では。君吉夏美さん、面談を始めましょうか。よろしくお願いします。まずは君吉さん、先週提出の進路表には何も書いていなかったようですが、
今目指している学校とか、何かやりたいことはありますか？あ、はい。できれば、外国語を習得できるような大学に進学できればと考えています。うん。外国語。それは英語ですか？はい。これからは、国際的な交流が、どの職業でも大切な業務になると言われています。ですから、外国語、特に英語の技能をしっかりと身につけてゆきたいと思います。国際的というと随分と幅広い話ですが、例えばそれはどんな職業ですか？はい、私のお父さんじゃなかった、父が商社に勤めていますので、海外での商取引を中心にした仕事がしたいと思っています。なるほど。ちなみに大学としてはどこを考えていますか？なるほど。定期試験の成績も徐々に上がってきているみたいですね。最初は理数系にかなり不安があったようですが、いい傾向だと思います。途中転入で大変だったでしょうが、よく頑張りましたね。ありがとうございます。ただ、君吉さん。え？あ、はい。もしこの大学に進学したいのだとしたら、今の成績ではちょっと、ね。え？あ、でも今の成績なら十分県内だって。私、君吉さんが志望した大学は最近人気が集まって、昨年よりも競争率が高くなっているんです。それにここは特殊な入試内容で、特に英数は教科書以外の範囲が出ることも多いから、合格ラインも公表より高くなっています。だから内部進学者でもない限り、今からだと相当勉強しないと難しいでしょうね。そんな。君吉さんのご家庭では、受験浪人についてご理解がありますか？いえ、その…それなら君吉さん、
もう少し合格ラインを下げて、この辺りなんてどうですか？ここならもう少し頑張ればきっと大丈夫ですよ。ここはちょっと、お母さんたちも。何も進学だけではないですよ。就職する子もいるし、いろんな方面に進む子もいます。君吉さんは何かやりたいことはありますか？やりたいことは別に。君吉さんは地方からの転入組の遅れを挽回して本当によく頑張っていると思います。でも大学受験の競争率は年々上昇する傾向にあります。志望校に合格したいのでしたら、これからはより一層頑張らないといけませんよ。はい。ところで、勉強以外に何か好きなものありますか？例えばスポーツとか。運動苦手なんです。美術とか芸術系はどうですか？隣のクラスの東堂くんのように陸王大学の推薦で美術を頑張る生徒もいますよ。え？まあ今のはあくまで一例ですが、進路には他にもいろんな道があります。だから気を落とさないで頑張ってみてください。あ、他にも。戻ってきた。夏美？
たのよ、夏美。どっか触られた？そっちから離れなさい。それで、どうだった？ババア、夏美に何言いやがったんだ。待ちなち佐藤。そこをどいて、タマコ。あの冷血女には、私は前から頭に来てたんだ。落ち着きなって、ちさ。あんたが怒鳴り込んで、何かが解決するの？けどさ！もう、いいの。夏美。落ち着いた？うん、ごめんね。しかし、あの尾形も容赦がないよね。もうちょっと言い方ってもんがあるだろうにさ。まあ、あの先生は葉っぱかけるのが教師の役目だって信じてるところがあるからね。私たちは高校受験前の塾とかで慣れっこだったから別にいいんだけどさ。つーか、試験が授業内容の範囲外ってどういうことよ。そこまで行くともはやクイズ番組の世界でしょうが。内部進学者を有利にするための救済措置でしょうね。裏口入学よりは健全だと思うけど。けどさ、ごめん、夏美。私の甘い見立てで、あんたに嫌な思いさせちゃった。え？そんな。千里ちゃんは悪くないよ。私が甘かったのは事実なんだもの。いや、これは間違いなく私が悪い。結構自信持って進めたんだけど、私が調査不足だった。本当にごめんね。そうだね、私も去年の資料で知ったかぶりしてた。夏美のフォローのつもりだったのに、役に立てなかったね。もういいの。ありがとう、千里ちゃん、タマコちゃん。私、これから頑張る。ちょっとショックだったけど、まだ受験まで時間があるんだし、ね。夏美。よーし、それでこそ私の夏美だ。じいちゃんは嬉しいぞ。
や、さすがは私の自慢の夏美だね。まさに保護者冥利に尽きるってやつだよ。ちょっと千里、あんたいつから夏美の保護者になった？しかも何気なく所有権主張してるんじゃないっての。私と夏美の愛はたとえあんたでも止められないのさ。悔しかったら奪ってごらん。ほらほら。はあ、そうですか。まったく、いくらなんでも悪乗りしすぎだっての。まあそれはさておき、夏美。この町って以前の夏美の住んでたところとは生活のリズムが違うから大変だろうけど、私は一応あんたの味方だからね。今日みたいに失敗して迷惑かけちゃうかもしれないけど、困ったことがあったら何でも相談してよ。うん。ありがとう、タマコちゃん。ってこら、タマコ、おいしいところを取っていくんじゃないっての。奪っていけって言ったのはあんたでしょうが、千里。夏美のことが好きなのはあんただけじゃないんだからね。うわー、なら私はこうしてやる。うりゃー。こら！というわけで、これから町に繰り出そう。久しぶりにパーッと遊んじゃおうよ。あんたは年中遊びほうけてるでしょうが、でもそれもいいかもね。いいでしょ夏美。それにしても千里ちゃん、別に購買部で買わなくても。学校の購買部の方が2割ほど安い。こんな恩恵を無駄にしてどうしようというのだ少年よ。あ、落
落書き。のぼるとら、あいあい傘かな。ダメだよ、このままじゃ。二人の応援に応えるためにも頑張らなくちゃ。あのさ、俺、うん、
とちゃんとたまこちゃんとね、お買い物に行くんだけどね。でもね、お小遣い少ないから見るだけで全然買えないんだけどね。ね、だけどそのこの前のセンターで会ったのはそのアルバイトじゃなくて、なんていうか知り合いのお手伝いで。だからその、私、あの介護福祉センターでアルバイトしてて。うん。お母さんとお父さんの結婚記念日がもうすぐなの。それで二人にプレゼントを買ってあげたいなって。だから、学校に言うのはもう少しだけ待っててもらえないかな。何？そうじゃないの。私のアルバイトのことを注意しに来たのかなって。君よし。わた。私行かなくちゃ。君よし。はい。あのさ、君よしは好きな映画とかあるかな？あの、君よし。知りたいんだ。君よしのすべてが知りたいんだ。君よしの好きなもの。俺も好きになりたいから。
君よし。え？あ、はい。転校してきた時から、ずっと気になってた。今まで、勇気が持てなかったけど。俺は、君よしのことが好きだ。え？それで、できれば君よしにも、その、好きになってもらえたらって。あ。私は、ハッピーエンドの話が好き。で、その、あの、返事はいつでもいいから、その。待ってる。それじゃあ。さとちゃん。遅くなったね。結構待った？ううん。サトちゃん、どうしたの？ねえ、夏美、
さっき、誰かここにいた？え？いたよね。なんで？いたよね。いたでしょ？ここに、さっき、アキラ、いたでしょ？こそ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 、なんで隠すの？ねえ。別に隠すなんて。何も隠したって無駄なのにさ。佐都ちゃん、私知らないと思ってた。何を？夏美、な人いるよね。うん。誰？そいつって。ねえ。それは。で、別に千里ちゃんに隠し事するつもりはなかったんだよ。ただね。夏美、でさっきアキラが来て好きだって。
この野郎。あもうなんで黙ってたのよ。そういう話は早く言えっての。この幸せ者が。だいたい私に言ってりゃもっと早くハッピーになってたのにさ。夏美、遠慮しすぎ。ごめんね。千里ちゃん、東堂くんのことよく知ってるし、恥ずかしくて。知ってるからこそでしょうが。アキラのことなら何でも知ってるんだから、私にまず相談しなさいっての。あんなことからこんなことまで、いくらだって教えてあげられるんだからね。私までワクワクしてきた。私に任せなさい。絶対カップル成立させてみせるから。ちょっと待ってよ。千里ちゃん、気が早すぎる。何弱気なこと言ってんの。恋はサバイバル、先手必勝。急がばずんずん前進あるのみだ。やったね。実はタマコと二人で賭けしてたの。夏美がアキラに惚れてるんじゃないかって。で、私の勝ち。いや、ドローか。え、タマコちゃんも知ってたの。当たり前でしょ。初めて会った時に私たちが気づかなかったとでも思ってたの。タマコと二人でいつ打ち明けてくれるか待ってたんだからね。ごめんね、言い出せなくて。もう謝るのはなし。それに隠し事はなし。いい？うん。ありがとう、千里ちゃん。まあ、私もアキラが相手で嬉しいよ。え、どうして？だって、どこの馬の骨ともわかんないような奴に夏美取られるなんて考えただけでもゾッとするしさ。まあ、ちょっとボケボケなとこあるけど、アキラならよかったなってさ。そんじゃ、パーッと行くぞ。